無料提供少なそうかも。うん。なんかよく人を消しがちなオタク各位、助けてあげてって私のリプして、あの、まあ、どういうこと何よく、なんかわかんない、あの、なんかあの普段あのフォローはしてくださってるけど、あのリツイートとかいいねとか、あの引用リツイートをしてくださらない方がしてくださって、なんか面白い、そういうつもりじゃなかったんだけどいや、なんかいつもはだいたいぼかして消してるんですけど、モザイクとかで、なんかここの自分の顔の周りにいっぱいいて、学生が集団の、なんかここモザイクかけたらさなんかすごい変な感じになっちゃって、あれどうしようかなと思って聞いただけな。みんなの反応へのフクヒラのコメントがフクヒラすぎた見てくれたの、メンバーが3人ぐらいリプしてくれてた、だからちょっと明日もあるしなと思って、とりあえず配信つけた。可愛いねギフト、ありがとうな。みんなにん、ふん、一緒に会うこともある。今さ1時間ぐらいずっと高猫ちゃんの曲聴いてた。今日さなんかイヤホンなくてさ何も曲聴けなくて帰ってきて、いつもは家帰ってきたらそんなには聴かないんですけど、移動中とかに聴くんですけど、今日は聴けなかった。帰ってきてもうね、高根のナレシコって調べて、高根のナレシコメドレー聞いてた。ずーっと高根子ちゃん耳で流れてた。なんか最高、めっちゃ今高根子って気持ち。緑、 ありがとう。何これ顔す、うん、ちょっともうごめん、メイクしてない、今日も今日とて。そう、なんか緑のたい焼きありがとう確かに朝は天使だったのにね。そうだよ、朝は天使だったんだよ私。そうなの、朝天使だった。つくしさん、え、そうしてたっけ、どうしよう、でも載せたいな、もう載せちゃおうかな。あ、別にそんな個人を特定できるほどは載ってないんですよ。私が手前にいて後ろにいっぱい人がいるみたいな感じだから、なんか正直別に個人は特定できないからいいんだけど、なんかね、あとインスタ、ツイッターだったらもうこれで私の顔の周りモザイクで載せるんだけど、なんかインスタってさやばいな、ちょ、あの、なんで私が今こんな気にしてるかっていうと、うわ反射しそうで怖い。なんかこの写真をねインスタに投稿したんですよ、このなんか全身写真で、これ別にツイッターに載せた時は何とも思わなかったんですけど、なんかインスタでこういうバーって自分の投稿が並んだ時に、この自分が載せた投稿のモザイクがダサすぎて、もう見てくださいこれ、しかももうなんか体の体勢が分かるモザイクのかけ方してしまってて、私が後ろに映ってしまった。このだからなんかインスタってやっぱこう、もうこれファンの方とかどのメンバーか分かるぐらいな感じのあれだと思う、一応ぼかしたけど。え、そう、なんかこれがあったから、なんかツイッターだったら別にね、次の日になったらツイート流れるからいいけど、インスタってなんかこういう感じでぼかしちゃったらずっとダサいのバレるんだなと思って、もっとなんか消しゴムマジックとかすればよかったなって未だにこの投稿見て思ってるとりあえず急いで消した感ある。え、そう、とりあえず急いで消したの、このメンバーに怒られないように。だけどちょっとインスタに違うね、だから
そう、まあもう載せたから別にわざわざ消しはしないけど、そうそう、だからさどうしようと思って、そうそう、和菓子ウィーク、可愛くても可愛い、ありがとう。リオちゃんが超優しい、リオちゃん、リオちゃん私にリプしてくれてて、その後 LINE で送ってくれたの、このアプリどうって調べて、めっちゃ優しい。なんかこういう時に機械音痴っていうか、なんかなんでできないんだろう、優しい。 Google Pixel、 それってフワちゃんさんが CM、 なんかさそれ使えなかったんだよね、また消しゴムマジックみたいなよくさ聞くじゃん、だから消しゴムマジック使おうと思ったんだけど使えなくて、使えないっていうかあれ無料じゃないんだよ、困った。あね、一眼、もう一眼でぼかそっかな、そうそれちょっと思った、一眼ね、なんかさ自分がこうアップで写ってて、うわなんか周り変わってる今日から、背景、ま、背景周り、そうなんかだからさ、なんか他の人も同じ顔のサイズで写ってたらぼかせないじゃんピント的に、でも私だけ前に行って後ろにいっぱい人がいるみたいな感じだから、まあ確かにぼかそっかな、じゃあそうしようか、なんかいろんなアプリ入れてみたんだけど無料アプリなんかできない、近すぎるのかな被写体との距離が、被写体と距離があったらこの消しゴムで消せるっぽいんだけど、難しいぜ。うん、難しい。てかこの写真めっちゃ画質良いわ、友達の iPhone ノーマルカメラで撮ってもらったんですよこの写真、だから画質が良いけどピントが合わない難しい、ピントが、今日出張で高級ホテルに会社のお金で泊まってる、超高級ホテル、全部ぼかした画像と長押しして人物と合成、人物と合成な、なになに難しい、無料だとやっぱ制限、そうなのよね、なんかあと2枚なんか1枚ならこれ月に1回使えるよって教えてくださった方がいてと思ったんだけど、載せたい写真が2枚あって1枚しか無料でできないっぽい、やっぱ無料は無料とか言ってたら厳しいらしい、厳しいみたい、ストーリーに写真使ったのは、あ、うんぜひ、ありがとう撮ってくれて、そう、あれ、なんでどんなとこ立てじゃん、あ、 YouTube 見た、 YouTube リオちゃんじゃなくてみはるんが鳥肌立ってたの笑ったってねそれなリオちゃんじゃなくてみはるんが鳥肌ね、隣でいて面白かった、世の中課金ですね、だってインスタもお仕事やし事務所の経費でユーロアプリ使う、うん、最高だね、超高級ホテルってどういう感じね、なんか無料にはあんまりみんなやっぱ課金さすでするシステムになってる、超高級ホテル羨ましい、なんかでも羨ましいんだけど超高級ホテルに泊まったことがなくて、ごめんあんま実感湧いてない、想像がつかない、なんかさ一回でもさ超高級ホテルに泊まったことがあったらああいうキラキラ空間かとか思うんだけど、どんな感じなんやろうね、なんか分かんないわ、
温泉旅行でおじいちゃんおばあちゃんと3世代とかで良さげな宿とかは泊まったことあるけど、それもさ自分で撮ってないから良さげに見えただけで普通の値段なのかも。普通の洋室のホテル超高級とか泊まったことない。羨ましい。いいな。でもこれすごいな、やっぱくっきりしてて綺麗。JAL 系のホテル、 JAL 系のホテルって高いの？ JAL 系ってことは空港の近くにあるんかな。飛行機会社の金で取って台湾行ったな、出張だけど。あ、そうなん。あ、たまにそういう方いらっしゃる。なんかちょうど出張とカレー屋の台湾かぶったから来たのやめた。待ってショーン、待って、今度その話して私に。今度特典会とか握手会来る話あったらめっちゃいいんじゃん。ちょっとこんなね、録音とかもされてるからショールーム怖くて言わないけど、え、今度その話してきて私に。めっちゃ言いたいことがあるそうなの。あ、カプセルホテル、いいね。コストを抑えれそう。会社の金じゃない今日泊まる駅前ですよ。へえ、そう。シャクヤちゃん、黒淵さん、こんにちは。え、それな、そうディズニーね、行ってたね。思った、アカリエレミで行ってたんだ。あ、それ知らなかったけど、赤井ちゃんがインスタだっけ載せてて知った。ああ変なとこ立ってしてた。ショッピングモールフラフラ見てひな思い出。え、嬉しい。見に行った、さとこちゃんね。レインボースターありがとうね。さとこちゃんってちょっと呼び方がさあんまり定まってなくて、さとこちゃんって呼んだりさとこさんって呼んだりするんだけど、なんて呼ぶのがいいんだろう。いつもありがとうございます。今までで一番高かったホテル、ディズニーランドホテル。高そう、確かに高そうだね。なんかあんまり自分でホテルの予約したことがなくてわかんないんだけど、家族旅行とかでもさありがたいことに親がしてくれるし、修学旅行とかもさしてくれるからさ、学校が。あれ？うーん、これを難しい。岩国の錦帯橋近くのホテルが一番高かった。あ、そうなんだ、観光地だからあれかな、競争相手が多いから高いのかな。いいね。アゴタで予約すると安い。アゴタってアプリかな。新幹線、うん、新幹線チケットとかは全然。もう緑の窓口常連だわ。あ、確かに個人で撮るならアパ一択、大浴場あるし。もう一つ赤ちゃん止める理由、見てない、動画すごい、ホテル名出てる。高いホテルって有名なのかな、その地域で。アカリエレミで行ってたの？なんか不思議な3、いやみんな仲いいけどさ10人あんまり見たことない組み合わせ、意外。楽しそう。いいね。先々週の台湾の時高すぎても感じまれてしまった。あ、そうなの？先々週台湾幕張だったっけ。幕張とか行ったっけ私たち。あ、カレー屋のライブじゃなくて他のアイドルさんかってこと？
いや夏染め以来幕張行ってない気がする。宿サイトあごた楽天トラベル的な感じ。そうなんや。いいね。これ1枚にしたらいいのか、載せる写真を。なんかちょっとそうやって思ってきた。そしたら、私の写真を1枚にしたら、このうん、難しいな。やばいやばい、高猫さんの音声で高猫さんの曲が流れてる。どうしたらいいんだろう。もう一眼にするか。ちょっとでもモザイクでぐしゃぐしゃするよりは、いいかな。なんか会社の部屋にツバメが入ってきた、早く出て、弱るやん、それだけです。やばい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 、また昨日みたいなツボに入ってしまう。ツバメか、イピック、イピック、これかな、イピック、イピック、やだやだ。ああいい、これかな。アクセスを許可。夜は錦帯橋周辺の河原に行ってライトアップされた岩国城の写真だった。いいね。ちごめんちツバメが飛んだ。コンビニ前で配信出てる、タムロしてる人みたいな。おとといぐらいシャッフル再生で音楽聴いてたら、あのなんか昭和メドレーみたいな流れてきちゃって、そう、あのずっとツバメツバメ言ってたの思い出しちゃった。今から人消すから、ちょっと待って、できるのかなこれ。うわ何、読み込み中です、だって。うわうわ、ぐるぐる回ってる、ちょっと。あはははは、いろいろおかしい、ダメだ。うわ、人が溶けた、え、なんこれ、方が違うのかな。え？
なんか溶けちゃった。溶けた。カモメが飛んだってさ、選手の TikTok めっちゃいいよね。こんばんは、ぺこにん。え、なんか溶けちゃった。でもこのアプリいけそうなんだけど、教えてくれてありがとうございます。消し方が違うのかな。なんか幽霊みたいになっちゃう。でも消えた。いやでもなんか階段が曲がっちゃう、人消したら。え、みんなリプしてくれて優しい。また独裁スイッチって、さっきも独裁スイッチってリプしてくださってる方いて、独裁スイッチアップルストアで出たんだけど、独裁スイッチってなかったよ。独裁スイッチってアプリだからさ、あれアンドロイドだっけ。ねえマジで下手くそすぎる。何これ、どうやってやんの。いや下手くそすぎるな。見て、やばい見て、ここに人が立ってたんですけど、わかるかな。 これ見て、人を消そうと思ったらこんななんか幽霊みたいになっちゃった。やばい、幽霊みたい。でもここにいた人は消えたの、ちゃんと。ここにいた人、ここにも人いたんだけど消えて、なんかやばくない？同じ人が4人連続いるみたいになっちゃった。なみなみの鱗みたいなでも1人は消えたんだけど、なんかあ難しい。ダメだ残像が怖すぎる。あ、消す範囲を大きくしたらいいの。あ、消しゴムを大きくする。自作自演して霊感のあるアイドルです。なんでこんなにできないんだろう。分かった、消しゴムを大きくしてみる。でもすごいな今の技術って、人消せるんだよ。
これすごい、消しゴムを2倍のサイズにしてみた。え、やっぱ消える人は消えるけど消えない人消えない。なんでこれやっぱ限界があんのかな。人認定されてないのかな。あ、やっぱ消えやすい。なんかね、上に上の方にいる人はすぐ消えるんですよ。でも私の顔のここにいる、この辺にいる方々がやっぱ自分の顔と接してるから消えない。なんか消えるんだけど残像が残っちゃう。写真の人を消す技術なんて生まれた頃からある。消す範囲を広くする。すごいな、今テクノロジーって人消せる。えね、すごいよねマジで。あ、なんかもうツイッターだったらこれで載せていいんだけどな、別に難しいな。やばい笑っちゃう、本当に笑っちゃう。やばい、何この残像。ピクスアート、あ、ピクスアートも入れてる。今新たなリプが届きましたツイッターに。ピクスアートも、なんかピクスアートも難しいよね。ちょっとやってみようかな。なんかね、そのアプリによってさ、やりやすさっていうか、人と認証してくれるか認証してくれないか問題ある気がする。うん、残像に終わっちゃった。そう、インスタってね全部残っちゃうから緊張する。あきちこんにちは、メタボ猫こんにちは。なんかお祭りみたいになってる、本当にこの上が。やだやだ、いろんなアプリで消しゴム試してたら自分の顔面がホルダーに大量に保存されてて、なんかこうやだやだ。しかも同じ写真の自分がいっぱい保存されてる。やだやだやだ。まずいいですね。 AI で保管してくれる？ AI で保管だって。てか今日二重幅狭い。めっちゃ一重に見えたけど鏡で見たら二重だった。めっちゃ今日は狭い。なんか幅がピヤン。消しゴムのボタンして動きが、失礼しました、動きがなくなってしまった。気まずい、気まずい顔してる君が逃げる。なんでかな、胸
れがチクチク。なんか来た。なんだろう。なに？なにこのギフト？顔ついてる。なんかペンギンのり、のり巻き？立体版みたいな 3D ペンギンのギフトありがとうございます。あ、レイカちゃん、ほらレイカちゃんって選手のとこにいるレイカちゃんかな。ありがとう。お目合いピンだけど、たたたー、ありがとう。あのストック、顔してる君が逃げる、こんばんは。あの、ね、今日も今日とってお酒飲んで酔っ払ってますので挨拶だけ。あ、そう、え、すごい、何出張、何お酒が飲める出張、何してるの今、どういうこと。あ、わかった。あ、何、あ、ま、パン、ありがとう。誰、ショーン、え、何この、待って、猫じゃない。あ、待って、猫耳食パンがショールームにも出たの。なんか猫耳食パンってあるじゃん、あの表参道にあるんですよね、猫耳食パン。あ、なんかちょっと待って、これは気持ち悪い、飛んでる、何、ごめんね、コンタクトしてないから視力がないのよあんまり。あ、たい焼きだった。イモムシかと思った。緑だから、カメムシかイモムシかと思った。ごめんなさい、失礼いたしました。そうです、ありがとう。え、ありがとう、猫耳食パン、ショーン、おいしい、お土産買ってきて、ショーン、よろしく。唐突に、え、なんなん、あのあれかな、社員旅行みたいなの行ってんのかな、なんでそんな飲めるの、いいね、すごい、楽しんでください。わかんない、出張かもしれない。選手な、え、な、何、決まってない。選手にあのー、高猫カレー愛のコラボ YouTube の時、可愛くてごめんの振り入れしてもらった時とかも喋ったんだけど、なんか10人バージョンで構成されてるから、可愛くてごめんがツアーファイナルの日だけの1日用にお忙しい、なんかね、佐古先生が20人バージョンの振り付け構成をしてくださって、だから振りも若干変わったとことかあるんですよね、本番。じゃあその時にも喋ったりして、そう、でも最初は多分可愛くてごめんと超絶可愛いほら、楽曲交換しますね、 YouTube の時かな、選手ご飯行きたいって言ったら、ご飯行こう、いいやって言ってくれた。そう、全然店とかは決まってないよ。かまあお互いてか、高猫ちゃん今ツアー中だから、カレー愛はツアー終わったけど、そう、待って、わかんないけど、そう、行きたい、行こうって言ったらいいよって言ってくれて、うれ、楽しみ。いやー、また来た、緑の。ありがとう、カメレオンさん。やばい、なんでこれ緑になったんだろう、なんで緑、茶色じゃないんだね。ありがとう。研修会の講師をやらせてもろてる。え、何、何、お偉いさん、何、偉いじゃん、わからない、研修会の講師、え、先輩してるってこと、それは。え、私にも教えてよ。山夏さん、ありがとう。クマのやつ、さっきのペンギン水羊羹、え、あの立体的な水羊羹なの、まんじゅう、ありがとう。え、すごい、私にも教えてください。え、すごい、なんか大人だね、みんな、みんな、なんかみんなと会う時はみんなペンライトとか持ったりコールとかしてくれて、イエイエイって感じなのに、急に現実でびっくりしてる私。研修会の講師、えらね、すごい。おやはね、えらいね、うまいうどん屋。そっか、今日から和菓子ギフトだっけ、なんか変わったんだよね。フラワーフェスティバル行ってきます。フラワーフェスティバルってこんな夜にやってんの。フラワーフェスティバルって広島のやつだよね、なんかよく聞く、この時期なんだ。
てか夜なの？なんか普通に土日とかの昼間にやってるかと思ってた。選手結果で知りました。めっちゃ、ありがとうれんかちゃん、嬉しい、ありがとう。目の下にほくろがある芸能人で森奈々では森奈々を抑えて福姫がトップです。あ、優しい、ありがとう、嬉しい。海坂さん任務したありがとう。明日から、あれ明日から、あ、遠いから今から前乗りで行くってことかなって。ああ、そういうこと。ああなるほどね、なるほど、やるほどほどほど。おー、ボリカチ。車が少ない夜のうちに移動。あー、混むから。そっか、明日って土曜日もしかして。そっか、混むからか。いいな。フェスティバル、フェスティバル、やばい、本当にやばい。すっぴんというか前髪も固めてないから動いてしまうんだが。茶色のあるじゃん、たい焼き、ありがとう。健太さん、平原さん、あと日に G7 でいつもの時期にできなかったから今になった。いつもはこの時期じゃないの、フラワーフェスティバル。あ、そうなの。名前だけ知ってるけど、いつの時期が例年とかなんやらかんやら知らないんだよね。へー、気持ちはすでに2周年。お、ありがとう。今から知らない我々は違う。そうだよ。みんな、みんな現実があるからね、会えるんだよね。ありがとう、いつも。例年、ゴールデンウィーク5月3。あ、そうなんだ。ゴールデンウィークにやってるんや。小一たい焼き、もごもごもご、ありがとう。いっぱい。ゴールデンウィーク。グッド。グッドです。ちょっとインスタの写真諦めようかなって思ってきたりした。なんでこんなむずいんだろう。ちょっとぼかす方向でいこう。これでぼかして、あ、このライトルーム、今 CM 流れてきたライトルームも入れたんだけど、ライトルームもさ、なんかあの逆光で暗くなった時に明るくするように入れたんだ。これもね、人消せるらしいんだけど、なんか探せなかった。難しい、あ、難しい。アーメちゃん、ナリーさん、こんにちは。顔見待ちする壇上の真ん中のだるまね、だるまね。ファンのみんなに会ったばっかりの頃、みんなに、みんな本当に実在してるんだって思ったって言ってた。よう覚えてるね、私が言ったそんなこと。え、そう、みんな実在してるんだなって思った。初めてのファン見の時、画面の中の人だったから嬉しかった。会えて最初、初ライブ。やばい、マジで今日二重幅が狭い。
なんでだ。負けんな負けんなだって。かしこまりました。ライトルーム、でもライトルームね、あの配信で教えてもらったから、昨日ツイッターに載せた動画、抹茶のパンケーキの、あれはなんか照明で影になってたからライトルーム使いました。でもちょっと使い方がよくわかんない、プレミアムとかで難しかったけど。そう、西京のお日様、あくくん、ひろっち、こんにちは。修復で消す、修復、福平の言葉不思議と覚えてない、すごいね。推しじゃないのには、推しじゃないって書いたら失礼だけど、あの一押しの子がさ、やっぱオーディションの時からいいのに、嬉しい、添えてくれてありがとう、嬉しい。俺もひなたに会えて嬉しかった。やったね、たくみどりの、ありがとう。はじめまして、ハニーワークさんのプロデュースのアイドル、福田ひなたって言います。こんにちは。俺は福ひなが存在しない伝説上の猫だと思ってた。猫、みんな辛い現実を生きてるんだね。泣き、それを忘れさせてくれるカレー屋も2個だって、嬉しい。ちいさん、こんばんは、はじめまして。やばい、ラグケンさんがありがたいことにちょくちょくいらっしゃる。こんにちは、はじめまして。すっぴんなんですけど、ぜひ SNS でメイクしてる福田見てください。はじめまして。カレンナイボリーっていう10人組のアイドルグループ、ハニワさん、ハニワーク、あの中可愛くてごめんとか、金曜日のおはようとか曲のハニーマークさんがプロデュースしてくださってるアイドルです。よかったら SNS、 Twitter とインスタと TikTok やってるのでフォローしてください。ひななさん推しなので一押しですが、おお、ありがとう。新作マジック、待って、マジックさ、ずっとあるオーディションの時の、やばいね、めっちゃマジックしてた、懐かしい。ワイなんてライブの特典回復ひなまで都市伝説かと思ってた。都市伝説、都市伝説、そう、なんかツアーファイナルでもあった、初めてお会いできた方とかがやっぱいらっしゃって、ショールーム来てくださったり、インスタとかフォローしてくださってますよねって言って、そう、画面の中の方に会えた気がして嬉しかった。初めて会うまで女性って思われてたことかな、ね、そうだよ。でもさ、本当になんかイスズって名前でね、オーディションの時とかから来て、オーディションの合格直後から来てくださってて、そうだからイスルちゃん、イスルちゃんって呼んで、会ったら男性の方だった。でも私がイスルちゃんって呼んでるのを残してくれてて、そう、それでもういすずちゃんって名前で生きてくれてるんですよ、いすずちゃんは。どちらかといえばいすずくんなんですけど、そうね、他のメンバーもいすずちゃんって呼んでる。そう、だからさ、別に私とかメンバーはさ、直接握手会とかで会えるからいいんですけど、多分 SNS 上とかでさ、もしファンの方同士でやり取りするとかあったら、なんか詐欺してる人みたいになっちゃうよね、もしさ SNS でもちゃんの名前にしてたら。あの、なんて言うんだろう、よく、よくない方のあれであるじゃん、そういう詐欺じゃないけど、本当は男性だけど女性になりすますとか、一緒みたいになっちゃうよね。本当にそういうつもりなくてあれなのに。てだよね、本当に。ありがとう、ずっと1年半ぐらい名前使ってくれ、使ってくれてて、別にいすずはもともとあったんだけど、ちゃんって呼んじゃったけど、なんかちゃん、別にね、いすずでよかったのに、あのちゃんを名前にまでつけてくれて。でも可愛いよ本当に、
ツアーファイナルの時もゾウさん頭に乗せてたし、かわいい。メロンちゃん、リムル、帽子が本体、ネフタリさん、こんにちは。ゾウさんの感想なんか、え、ゾウさんの感想なんかありますか。だってゾウさんの感想めっちゃ可愛かった。ビガルさん、ゾウさんさ、意外と首が大変らしくて、もう首がやばいとか言ってたのが、あの超可愛かったです。もう可愛い、なでなでしたくなった、あのゾウさん、めちゃめちゃ触り心地いいの、あれ。あ、そうなの、知らなかった。ね、ヘルメットの上乗せて、すごい、遠くから遠征してたのに、あの荷物を、あの土砂降りの新幹線も止まるほどの雨の中持ってきてくれたのがすごいな。スピンもメイクしてても可愛い、優しい、ありがとう。本当？カズポン、こんにちは。俺も生のヒニャに初めて会った時 CG のような感覚だった。嬉しい。て1ヶ月経ってないよね。え、経ってるわ。今やっと1ヶ月経ったぐらい。嬉しい。最近会えてないから夢の存在だわ。ま、本当？福ひらの言葉って心に響くのが多いのよ。さっきのみんな存在するんだわ。面白い系だけど。本当？うちのカメラ日直しみたいなので爆裂写真って連投しました。嬉しい、ありがとう。見る、嬉しい。カメコン、いい意味で画面と変わらぬ服ひな、よかった。あ、本当？よかった。ツバメ部屋から出ました。よかった、いたのかい、まだ配信、よかったわ。本当に報告だけしていなくなったのかと思った。ユリティ、マイルンピ、笑顔まぶしい、ありがとう。そう、熱中症のシャツを着てサイリウム振る。熱中症のシャツ作ったの？生誕 T シャツ、ネッチュの。すごいいいね、喜びそう。ネッチュ、実際に会った時本当にいるんだってなりました。よかった、ありがとう、会いに来てくれて。そうそう、親しみがあって好きだった呼び方。本当、よかった。初めての特典会で大声で言われたのがインパクトある。だって本物の宇宙人に会えたと思って。デカバナサちゃんと一緒、ほんと？男性でも相性ちゃんとかあるんじゃないかな。加トちゃん、あ、確かに、あの加トちゃんピーの方ですよね。確かに、だってあのね、確かにイルカちゃんも男性だしね。なんかイルカちゃんもイルカのギフトと名前間違えてイルカちゃんって一回呼び間違えたのがきっかけなんだよね。確かに、じゃあ一回相性だし、本名じゃないし。正午、たい焼きありがとう。ご飯食べたよ。あ、ね、言ってたね、ゾウとか、あのメロン連番だった。あのゾウさんセット意外と重くて頭振られてしまうんですよ。え、ほんとにかわいすぎる。もうたまらん、ほんとにやばいよね。だってハンギョドンだっけ、もうつけてたよね確か、去年の生誕なんだっけな、なんかの時リオちゃん推しにもらってみたいな。小坂のチーム、小坂のこれなんていうな、なんだ、嫁じゃなくて、おい、なんちゃら婿じゃなくて、ゆずりやさん、姉さん、姉さんって読むんだ。普通の姉って感じじゃないこの姉だ。カメハイトゾーンさん思いっきり悩んだ結果があのゾーンさん、やっぱり記念として記念やしと思って帰る。え、待って、どういうこと、カメハイ席と一般席でゾーンさん迷ったってこと、それどういうこと、どういうこと、どういうこと。え、カメハイ席を取るか、カメハイ席を諦めてゾーンさんの被り物を取ったってこと。え、どういうこと、どういうこと。ええ、あ、そういうことか、荷物が多いからカメラを持ってくるか、ヘルメットプラスゾウさんを持ってくるか。あ、待って、面白すぎる。カメラ持ってくるの諦めたってこと。待って、もう面白すぎる。待って、愛か、愛だわ、本当にカレー、アイボリー愛だわ。え、もう愛おしい。え、そうだったの。もうそうだよね、遠征でカメラも抱えて自分の
お洋服とかも持って、あんなでかいゾウさんとヘルメットもね、あの締め付けれない、ヘルメットってもう形ができてるから硬いから縮まないしね。あ、そうだったすかね、それは究極の選択やったね。え、知らなかった。あ、ヘルメットのゾウさん新幹線で被ってたら持ってかな、確かに。でも新幹線で被ってヘルメットにゾウさん乗せてるの新幹線でさ被ってたらさその車両に入った瞬間もう目につくよね。職質されたら大変そう、確かに前から見ても後ろから見ても一人頭がピョコンってな。じゃあ2周年の時はかぶってきてくださいそしたらカメコあったらカメコもカメラ持ってこれる。やばい、シータさんこんにちは、2周年に都市行くよ、ありがとうゴンコンさんこんにちは。確かにね、記念の際にかぶってかぶる。あ、本当？楽しみにしてるね。じゃあ最近福ひにハマりつつあります、嬉しい、ありがとうひろっち。福ひにあのカレプラ楽しみだよ、お得感ありあり、嬉しい。報告だけしていなくなった。あ、本当？嬉しい嬉しい、カレプラ見てくれてるってことだよね、嬉しい、ありがとう。今日もまた写真送った気がする SP すんのありがとう、クースケ褒めてくれてる。シータ緑のやつありがとうやばい、想像したら笑っちゃった。記念の時だけ、いや全部記念だよ、全部思い出思い出。うん、あ、面白いな。なんでこれ、なんでこのアプリ開いたらなんか違う写真が出てくる、なんだろう。保存されてなかった、いや待って、保存されてないかも、やばい、あー悲しい、やばいやばい。ちょっともうそろそろ配信を終わろうと思ってるんだけど、ちょっとこのね、あのこれ投稿してから終わろうかなと思って。うん、やばいやばい、これはやばい、あ、これもやばい、これどうしたらいいの。なんかさ、ひと消したら髪の毛が広がっちゃった、髪の毛が実際の2倍ぐらいの幅になっちゃった。これで、これで一眼とかにしてみて、You are my angel。 わかめ、昨日ひなたちゃんの配信を布団で待ってたんだけど気づいたら、あー待っててくれたの、ごめんね、24時ぐらいから始めちゃった、ありがとう。よかった、今日は出会えて配信で。こうして、もう一回消しゴムする。
でさこんなさ魚の鱗みたいになっちゃうんだろう。まあいっか、なんか魚の鱗みたいになってさ時空が歪んじゃう。あの階段が見てください、これあのここの階段に人がいたんですよ。人消したら人は消えるけど、え、なんかさ怖いよね。でもこれ普通にこれ今反射してるわけじゃなくて、あ、リングライトは反射してるけど、ここのさ階段に人がいたんだけどさ、なんか階段歪んで、あ、時空が歪んでるみたいになってるよね。なんか人は消えるけどへこんでしまう。ちょっとだけ怖い、時空が歪む。いやでもしょうがないのかな。わあ。え、やばい、これ怖いかな逆に。心霊写真あげてる人みたいになっちゃうかな。一旦保存してみよう。どうなんだろう客観的に。2周年で、あ、チケット9時、そうだね、ナナサとネッチュとリオちゃんの9時だわ発売開始。イシルちゃんのゾウさんにつぼってる声聞こえてた。 あれかな、怖いな。怖いよね。なんかやばいかな。でもいけるよこれ。AI の限界、うん、AI の限界かも。ここに私がいて、なんかでもパッと見は、わかるよね。でもわかんないか。いやわかんないよね。わかんないって言っていただきたい。なんかこの階段黒ずんじゃったしさ。なんでこんな黒。難しい。黒ずんでしもうた。違う意味でバズっちゃう。確かに軽く間違いかけた方が自然。かぶり物集団、ちいかまって名前じゃん。すごいね。階段がちょっとだけ怖いよね。一回これで、あのあれしてみる、あの一眼にしたらさボケるじゃないですか。それをちょっとやってみようかな。でもさアプリじゃなくてノーマルカメラで撮ってくれたからさ、本当に元々の画質はいいんだけど、なんかこんな消しゴムで消したりなんやらして保存繰り返してたら、せっかく元の画質良かったのに落ちちゃいそう。
だろう。やばい、こんなさ2時間ぐらい2時間ぐらいやってるのに、あの完成したらただの心霊写真になりそうでちょっと怯えてる。なんかこんなにさ頑張ってもさ結局やっぱりできなくて、ただの怖い写真になっちゃったらごめん。ちょっとその可能性が出てきた。やばい、髪の毛がおかしい。髪の毛ここにいた人消したら髪の毛がこんなになっちゃった。こうボワーみたいな、なんかあのマンボウみたいな、マンボウになっちゃったよー。プロレスのマスク買ってくの、やばい、強そう。大丈夫、優しい、言ってくれた、大丈夫。プーさん、プーさん、ブーさん、ハートありがとう。心霊写真だとしても写真と格闘したのはみんな知ってるから、今配信、私のツイッターフォローしてくださってる方は確かに知ってるね。でもね、投稿するのインスタ、インスタ見た人びっくりするよね。まあいいか、そんな、ちょっと一旦ぼかす、一眼、あ全然わかんないよ。なんか別に、あえ、なんかちょっと髪の毛が、髪の毛だけちょっとおかしいんだけど、これどうにかならんのかね。え、みんなにだけ先にチラ見せするね。今一眼やってみたんだけどさ、あ、見えないかな、ショールームの画面じゃ。見てください、この髪が、あ、ちょうど見て、こ、あの、ここで私の顔終わりなのにこうやってボコって、意味のわからないとこでこうやってボコってなって、またここでへこんでるの。やばい、やばい、あ、やばい、やばい。だけど多分こんな、よっぽどこの写真に興味がないとそんな拡大してみないよね。自分の写真だからさ、ここの髪の形が不自然とか気づくけど、そんな、あ、悩みどころこりゃ。あかんやつやんって、え、ねえ、やばいよね。そう、増毛しちゃしまった。え、やばい、増毛した写真、しかも変な形で結んだ後に、そうだよな、なんということでしょう。なんということでしょう。聞いてください。でもこれ最初人いなかったんですよ、写真撮ってる時。今人いないチャンスとか言ってシャッター押してもらって、待って眩しい、目が開かないとか言ってたら、そう、修学旅行の学生様がいらっしゃって、私が眩しいとか言わず一発で目を開けれてたら、後ろに誰も人がいない写真をあげれてたのに、ちょっとあまりの眩しさに目をつぶって撮り直してたらこうなっちゃったですよ。そう、コロコロクリリンかハンギョドンしか被りません。いいね、今入れたから後ですごく。うん、本当に痛いんだな、痛いよ、え、やばいかな、
わーもう分からない。どうなんだろうこれって。結構見えるのかな。やばい、くしゃみ出そう、くしゃみが出そう。あ、今日さ本当にくしゃみが止まらない日で、マジで風邪ひいたかと思うぐらい、多分めっちゃいろんな人に噂されてた。今日めちゃめちゃくしゃみして、あのマスク3回ぐらい変えました。替え持っててよかった。なんかマスクが止まらなすぎて、マスクじゃない、くしゃみ、もうなんでだろう。ブズブズ、時間が経つにつれた背後に人が、やばい、なんということでしょうは七瀬ちゃんのネタ。あ、そうなの、言うけ七瀬配信だと言ってんのかな、話すときあれだけど。ちょっと怖いな。なんかちょっとわかる。ひにありがとうだって。あ、消しちゃう。リフォーム達君やる。確かに言ってたね。おたぎりよ、確かに言ってた。ごめんごめん、一旦ごめん。いやちょっと、もう人物消すの怖いからやめよっかな。やっぱ怖いこれって普通に。やばいやばい、もうこんなことをして、私お風呂に入らないと、やばい起きれない明日。え、ちょっと待って、難しすぎる。でもちょっと人消さない方針で行ってみる。でもさ、これってさ顔が分かんなかったらいいよね、正直なところは。一応あとは私の隠し方の問題だよね。なんかこの前みたいに消しちゃうと超ダサかったから。ひなのおかげでバイトの帰り道怖くなかった。嬉しい。バイトだったの？お疲れ様。バイト帰り道に今聞いてくれよったん。よかった、無事お家着いて。お疲れ様。なんかこんだけ人の消し方やってて結局人消さないとか申し訳ないけど、やばい、くしゃみ出る、本当にやばい、むずむずする、やばい。あ、やばい、もう今日おかしいの。くしゃみまみれ。首から上だけ消去すんの、やばい、そっちの方が怖い。首さえ映ってなきゃ大丈夫。確かに、あ、首さえ顔、あー、なるほどね。シナモンちゃんになりたい。シナモン、
旦これで。あ、確かにミュートするの忘れるほど加工に集中。え、確かにミュートしてなかった、ごめん。あー、どっちもどっちだな。やばい、言葉も出なくなってしまった。配信を終わろうかな。やばい、もうダメだ、難しかった。ちょっとごめんなさい、あのダメだな、なんか難しいわ。やばい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 、こんなもうなんかよくわからない顔してて、やばいやばい、ごめんなさいごめんなさい、星集めかね、ごめんなさい、やばいやばい、もっと可愛くしておけばよかった。え、好みの問題だね、これは。もうダメだ、こういうのがさ、本当に私がね、なんかね、他のこととかは割とどうでもいいってなんだけど、このインスタの写真に関しては本当にダメ、本当にさダメなんだよね、いつもだけど。ちょっとさ、ちょっとファンルームって2台ないと配信見ながら多分聞けない気はするんですけど、うわ、でもなんかファンルームって怖いな、あ、ファンルーム怖いわ、ごめん、なんでもなかった。あ、もう決められない、とりあえず配信終わろうかな、もう無理だ無理だ、ガンガン、あー、この写真を載せるか載せないかでずっと迷ってる。
ちょっと一旦終わります。ランキング読みます。ちょっといろんな消し方したけど難しいわ。ランキング15位、青木地さん。14位、ガオさん。13位、患者さん。12位、星間さん。11位、キヌタ公園。10位、さとこさん。9位、 TT さん。8位、しらすさんありがとう。7位、やまびこ8号ありがとう。6位、とやまるありがとう。5位、ジャムキティありがとう。4位、しょういちありがとう。3位、トラッシュありがとう。2位、カメレオンさんありがとう。そして1位はドルドルルン、ショーン。パンいっぱいありがとう、美味しかった。ということで、ランキング読めなかった皆さんも来てくださってありがとうございました。明日は夜かな、配信って感じです。明後日6月初対バンあるので、ぜひお会いしましょう。配信もあります。配信ある対バン激レアだから、会場に来て直接喋りたいのはもちろんなんですけど、どうしてもって方は配信あるので、ぜひお待ちしてます。晴れ舞台です。ほんちゃんバイバイ。あの、ナナサとネッチュとリオちゃんの番組、中に入って見れる人もいるやつかな、のチケットが9時から販売されたので、それも忘れなく。ほんじゃん、バイバーイ、おやすみ、またねー。